から訓練展示を開始します。はじめに訓練展示の構成について説明します。訓練展示は前段・後段の2部構成で行います。前段では陸上自衛隊の必要装備などを紹介します。後段では模擬戦闘を実施します。される、いわゆる防空用のミサイルであり、シンサムは機動能力で優れており、サンサムはより遠距離の目標に対応します。キシル班長は第14放射突破隊、宮崎県出身、黒竹2頭、鹿児島県中士は第15特攻機動連隊、香川県出身、川田3曹。矢野2曹、徳島県出身、広永3曹です。各車両の上部に装着されているのは 5.56 ミリ機関銃、通称ミリミです。まもなく射撃を行います。ご注意ください。また、120ミリ射撃砲は車両で牽引したまま大型ヘリコプターで空輸することが可能であり、装飾などにおいても到着後、速やかに展開し、迅速に火力を発揮することができます。キシル班長は第15特攻機動連隊、高知県出身、浜田3曹です。
動車が進入します。初動口自動戦闘車はマニューバーコンバットビークル通称 MPV と呼ばれており、第14旅団の自動旅団配置もない装備され、軍事系5条機動性等に作れ、軍職に展開するとともに戦車と同等の火力を持つより、軽戦車及び移民を撃破するために使用されます。ビークル班長は第15特攻機動連隊熊本県出身村上二将です。まもなく MPV が入砲射撃を行います。ご注意ください。マイル外敵装甲車待機です。処理なんです。待機よーい。ご注意ください。はい、降下して1番、攻撃4550、車格3止まる、逃げるで。待機よーい。終了します。